こんにちは。3分講座です。この番組は3分間でいろんな話をしたいなという番組です。今日はね、これについてお話したいなと思ってます。工学博士なんですけども、今ね、工学博士って言わないんです。博士、博士なんですけど、博士、なんか工学とか、なんかようわかんないですけどね、これ。理学とか農学とか書くんですけども、こういうふうに書くように決まってるんですね。で、この博士、工学博士っていうのは、博士取るには、一般的にですよ、大学院の博士課程後期、博士課程でも前期後期っていうのがあって、前期が修士ですね、後期がこの博士なんですけども、その、博士後期課程を修了して3年なんですけど、それで、その間で、論文を、3本。大学によって違うんですよ。1本どころもあるし、いろいろあるんですけども、私がいたところは大学、3本でしたけど、3本書いて、それで審査に通るともらえるというものなんですね。その論文が結構、簡単じゃないんです。で、英語で書かなきゃならないっていうところもあるし、日本語のところもあると思うんですけども、私のところは英語で書いたんですけどね、書かなきゃならないということで。だからね、簡単じゃないんだけども、むちゃくちゃ難しいかって言ったら、そうでもないし、継続した力が、そのね、多分ね、弁護士さんの、こうって試験、なんなんじゃないんですよね。ガーってる。なんていうかな。日曜日、すごい天気のいい日曜日。でもね、遊ばんと、外行かんと、今日いい天気やな、こんなことしてる場合じゃないで、って思うような時を何回も過ごさなきゃならないという感じですね。僕は一体何をしてるんだろうと、こんなところで。実験してとか、そんな感じですよ。それを、だから、耐えるっていうか、その、継続したことが評価されるのがこれかなと思うんですね。ほんで、そんなみんな何も知らないですよ。これ取ったからって全部そんな理科、社会じゃないわ。理科とか、科学とか、物理がバリバリ、そんなこと全くないですからね。だから、そのやってる専門をちょっと、人よりも、ちょっと知ってるかなっていう感じなんですね。だから、これを持ってるから言って、全部何でも知ってるっていうのが大きな間違いなんですね。だから、勉強の、研究の仕方を知ってるっていうような感じですかね。で、論文書くから論文での表現の仕方、人への伝え方を知ってるっていうような感じです。だから、博士とってもね、免許で運転、自動車免許で言ったら、免許取ったようなもんで、そっからが大変なんですね。だから、一つの目標なんですけども、そんなもんですよ。だから、そっからが旅の始まりかなと思うような感じですね。これは、一つの、私の、通過点だったんですね。だから取ってよかったんですけども、そういうもんですよ。その、すごいもんではないけども、簡単にも取れないしっていうような、賢くもないし、そんな感じですね。ということで、あんまり工学博士っていうのにね、騙されないように。何でも知ってる人だと思わないようにしていただきたいな。そういうものを、研究をちょっと知ってるよっていうような感じですかね。ということです。ということで、またお会いしましょう。さよなら。